こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張っていいことを言おうとしていますねって、お思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信してきたかと言いますと、悩んでしまったら選択肢を広げようについて発信していきたいかと思います。悩んでしまったら、どうしてもどうしてもどうしても選択肢を狭めてしまうところがあるんですけども、いじめている側は絶対に聞くんだよ、絶対に言うなよって言って、いじめられている方は絶対に言ったらダメなんだ、絶対に聞くったらダメなんだ、絶対に先生に言えない、絶対に家族にお父さんやお母さんに言えない、誰かに相談したい、誰かに今のこの気持ち感情を言いたいんだけども、絶対に聞くんだよって言われたら言えないところがあるけども、言ってもいいんです、気にしすぎなんです、気にしなくてもいいんです、でも絶対に聞くんだよって言ったら言われたら気にしちゃいますよね、言えませんよね、でも自分が決めればいいんです、言ってもいいんです、誰かに相談すればいいんです、自分が勝手に言えない状況にしているんですよ。いじめられているから、絶対に私なんてもうダメなんだ、私なんて最低な人間なんだとか、私は死ねばいいんだとか、もう自分のことはもうボロクソになってるんですよ。私なんてもう本当になんてひどい、なんてひどい最悪な、もう本当に私なんて無理なんだ、誰も話を聞いてくれない、私なんか死ねばいいんだ、学校なんてもう行けないかもしれない、もう本当にどうしたらいいんだろう、もう誰も私の味方になってくれる人はいないとかってね、もう全然もうほとんどね狭めてしまうんですよ、自分の感情が。私なんてもう無理なんだ、私なんてって狭めたらダメなんですよ。そうではなくて、どんなことをね言われても気にしない、いじめられても今いじめられてるんだ、そうなんだ、どっかにやろうぽいっていう気持ちでないとダメなんですよ。もしくはいじめられている、いじめられている、いじめられているからこそ強くなるんだ、負けないんだ、私は負けない、私は負けない、僕は負けないという気持ちでないとダメなんですよ。気にばっかりしていて、気にばっかりしていて、もう本当にね、体が調子悪くなるほど悩んだらダメなんですよ。悩んでしまったら誰かに相談する、誰かに聞いてみようっていう話に行かないとダメなんですよ。自分が本当に参ってしまうと、明日からの未来も本当にね、どん底になってしまうんですよ。それも自分が決めてしまってんですよ。楽しい未来になってほしいなってどこかやっぱり思っているはずなんだけども、絶対に聞くんだよ、絶対に言うなよって言われたら言えないんですよ、吐き出せないんですよ。でも吐き出してもいいんですよ。じゃあどうしたらいいのかなって言ったら、あなたが選択しているだけなんですよ。あなたがいい方向へ選択すればいいだけなんですよ。自分が勝手に悪い方向に行ってるだけなんですよ。悪い方向に、悪い考えになってるだけなんですよ。私なんて絶対に無理なんだ、私の話誰も聞いてくれない、私のこと誰も応援してくれない、私なんか死ねばいいんだ、私なんて無理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 ってね、自分のことを全否定しすぎなんですよ。いろんなことを言われても、この人とは絶対に相性が合わないんだ、この人とは絶対に無理なんだっていうふうに考えて、もう切り捨てる、切り捨てる、もっといい人がいるんだ、自分にもね悪いとこがあったかもしれないけども、この人とは絶対に相性合わないんだっていうふうに強くならないといけないんですよ。強くなって強くなって、いろんなこと言われても気にしない、私は私だ、僕は僕だっていう気持ちでいかないとダメなんですよ。もう本当にいろんなこと言ってくる人いますからね、強い人が勝っちゃうんですよ。じゃないとダメダメダメ、自分が強くなるんです。いじめられてもいじめられても、自分が強くなって自分の思ったように生きないとダメなんですよ。いじめられていじめられて嬉しい人はいません。いじめている人だけです。でもいじめている人も本気ではないんです、からかっているだけです。
いじめてる人が死ねばいいんだってね、本気で思っているわけがありません。ちょっとね、悪はふざけしているだけで、本気で死ねとか死んでほしいとかって思っていません。自分が実は決めているんです。死んだ方がいいんだ、私なんか死んだ方がいいんだって自分が実は、残酷な話ですけども、決めつけているだけで、いじめている方は別にそう思っていないんです。ふざけているだけなんです。だから自分が強くなって、自分が強くなって、こんなこと言ってくる、こんなこと言って、こんなこと言われてくる、でも気にしない、私は気にしない、私は強くなる、私は強くなるということを何度も何度も自分のここにね、意識して、私は負けないっていう気持ちでいろんなこと言われても強くならないとダメなんですよ。気にしない、切り捨てる、悪い言葉は切り捨てる、気にしない、とにかく私は強くなる、いろんなこと言われても私はこの自分が大好きなんだっていう気持ち、いろんなことを言われても私はいいことだけ耳に残る、悪い言葉は捨てる、悪い言葉は気にしない、私は私、私のなりたいようになるんだっていう気持ちでいかないと、どん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 いじめてくる、いじめられて、いじめられて、いじめられて、どん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 弱っていくと、いじめてる方はものすごく楽しくなってしまうところがあるので、それをもう本当に私は負けない、私は負けないっていう気持ちを出さないとダメなんですよ。ほらほらほら、もっともっといじめてやるからなっていう風になるから、それじゃあ思うつぼになってしまうから、気にしない、負けない、強くなるっていう気持ちで、どんなにねいじめられても、私は強くなる、私は強くなる、私は絶対に負けないっていう気持ちで、いじめられても自分は自分っていう気持ちでいけばいいかと思います。今日はですね、簡単でありますけど、僕をこの辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクでした。はい。